どうもこんにちは、てつさです。今回はですね、強盗の、効率的なクリアの方法を紹介していきたいと思います。で、まずはですね、公開セッションに皆さん普段いてると思うんですけども、公開セッションからだと毎回ロードが遅いんで、招待セッションから始めたいと思います。で、その前にですね、皆さんいつも自由照準でやってもらってるんで、自由照準を照準アシストフルに変えてもらいたいと思います。フルに変えて、照準設定変えるのはオフラインでないとできないんで、一旦オフラインに落ちてからフルに変えて、で、GTA オンラインをプレイで招待限定のセッションですね。まあ、どのみち多分フレンドさんになると思うんで、フレンド限定でもいいんですけども、どちらでも大丈夫です。フレンド限定から始めても、次、バン終わったら、招待セッションに戻ってると思うんで、どちらでも結構です。招待セッションから始めますね。で、アパートですね。アパートは、インテグリティウェイから始めるのが一番、効率がいいと思います。フリーザ銀行から強盗、脱獄とか全部通して、インテグリティウェイからの方が、一番スムーズにできると思います。インテグリティウェイなんですけど、街の中心ですね、ほぼ。大きな幹線道路にも面してるんで、一番移動しやすいアパートだと思うんですけども。ここですね、街の中心、メイズバンクよりちょっと北ですね、ここ。で、ここまっすぐ北に行けば、パシフィック銀行がここにあるんで、ここですね、にあります。で、レスターの縫製工場もここ南行って、南2本目ですかね。南に行って2本目を左折すれば、ここにレスターの縫製工場があります。なんで、ここからが一番便利ですね。値段はですね、僕多分一番高いとこ買ってると思うんですけど、安いのだと、ちょっと待ってくださいね。27万ドルぐらいだったかな。24万7千ドルですね。25万ドルぐらいで買えるんで。まあ、高い安いは関係ないんで、ここがいいと思います。ガレージも10台ついてますし。ここから始めてください。で、用意してもらう服なんですけども、皆さんいつも、イージス入るときに、選んでもらった、保存してもらった、戦闘服ですね。これユーティリティ着てますんで、これが一番いいと思います。で、防弾効果があって、弾の、ダメージが、受けるのがめっちゃ少ないです。ただ、これ着たら、強盗中は走れなくなるんで、ダッシュできなくなるんで、で、それで、便利なのが、スタイルからアクセサリー選んでもらって、下から4番目ぐらいのスカーフですね。で、白のスカーフ。まあ、色は何でもいいんですけど、このスカーフですね。このスカーフをつけてもらったら、つけた直後だけ、走れるようになります。で、防弾効果はそのまんまですんで、結構パシフィックフィナーレとかには活躍すると思います。で、ムービー挟んだら防弾効果取れてしまうんで、まあ、使うときはちょっと考えた方がいいですね。ムービー挟むか、死んでリスタートするときですね。死んでリスタートしたら、もう防弾効果が取れてしまいます。で、戦闘服と、スカーフですね。用意してもらった方がいいと思います。で、乗り物はですね、まあ、バイクの方が早く移動できるんで、バイクと、カリン車ですね。走行、カリン走行車を用意してもらったら、死なずにスムーズにできると思います。カリン車はできるだけ持っといた方がいいですね。あと、インサージェントトラックもあれば、用意しておいた方がいいです。
で、この合同なんですけど、4人でやるんで、1人でも欠けてたらできないじゃないですか。だから、ロビーを早くですね、レスターからの電話が来たら、ホストの方は、あれ、来てない。ホストの方はすぐにレスターの電話に応答して、で、ここに来て、すぐに始めると。で、みんなにすぐに招待を送って、招待もらった人たちも、まあ、公開セッションで、わちゃわちゃするのもいいんですけど、できるだけ早く参加してもらって、ロビー時間とか、このフリーセッションの時間をできるだけ短縮すれば、晩からやっても1時間切ること、55分切ることも十分できると思うんで、それで、一応お願いします。結構ね、簡単になりますんで、よろしくお願いします。で、晩からですね。番の説明から行っていきたいと思います。ではでは、よろしくお願いします。番から始めたいと思います。番ですね、インテグリティウェイから北側と南側に分かれて、プレイします。招待セッションからですね。で、僕は南側、タイガーさんと行くんで、あ、ちゃうわ、ノブさんと行くんで、ノブさんがナビですね。で、僕はドライバーで、やっていきます。だいたい、最短3分ぐらいで終わるんで、タグ行きます、ドライバー。OK ですね。インテグリティ出て南側ですね。2つ目の交差点を左折します。1個、2個目の工事現場のとこを左折ですね。で、ここにバンが湧いてるんで、カメラでお願いします。で、ここ越えて次の交差点を右折ですね。で、ナビはもうずっとカメラ用意しておいてください。お、いてないな。だいぶ枠いっちゃいますね。ここですね。お願いします。で、ここの道をまっすぐですね。でね、これね、昨日言ってたロックフォードの東側に湧くかもわからないんで、で、ここ封鎖してあるんですけど、ここを行きます。で、ここ道なりに行ったら3台目のバンがいてます。で、タカ君の方、ロックフォードプラザに向かっておいてもらっていいですか？多分ね、昨日のラグかったんですね。このルートをバンが通っていくんで、ここで3台目ですね。お願いします。で、終わったら、ずっと行きます。 ロックフォードプラザ目指してですね。
湧いた。じゃあ、手配料ついてます？了解です。じゃあレスターの縫製工場に先回りします。それじゃあフリーセッション帰ってからマップで説明しましょうか。 A ルート、この水たまりの手前ぐらいにバン止まるんで、これ車止めとして置いといたら分かりやすいと思います。ノブさん危ないです。でもうちょい前です。 OK です。ここですね、この水たまりの手前に黄色のチェックポイント開くんで、手配ついてない人が、乗り込んだらすぐ終わります。Transponder should be back here. Yep. 結構ね、前後するときあるんで、だいたいルート覚えといた方がいいですね。ロビー帰りましたけども、インテグリティウェイがここですね。で、さっき北側チームは、こっち北上していって、パシフィック銀行ですね、を左折、バインウッド通りを西に向かいます。西に向かって、ここがインテグリティウェイじゃないわ、イクリプスタワーなんで、そこの前の道をずっと行ったら、多分このゴルフ場の北側あたりで、バンがいてると思います。で、その1台だけを取ったら、戻っていって、で、くねくねとなってるんですけど、ずっと戻って、パシフィック銀行の一本手前を南に、で、ロックフォードプラザのトンネルのとこを左折して、東に向かえば、このルートでバンが通ってるんで、ドライブバイで倒して、レスターの方に向かうと。で、さっき僕のやってたチームは、手配路ついてないまま、レスターの縫製工場に向かって、バンを乗り換えて終了っていうような流れです。で、次信号行きます。ちょっと送りました。で、4人乗りの車誰か出せます？で、ノブさん乗して、タカ君かタイガーさん連れて行ってもらえないですか？
僕ヘリ取ってきます。ユーティリティ大丈夫ですか？仮に車がまあ総合的に一番いいと思うんですけどね。多分 OK ですか？タイガーさん OK ですか？タカ君多分用意しますよ、車。で、僕はバイクの方が動きやすいんで、バイクで行きます。で、ヘリの枠1なんですけど、から北に向かいます。また真北です。さっきのバンの時も、北側チームはこっちのルート通って真北に向かって、パシフィック銀行を左折して西へって言ってたのはここですね、を右折します。パシフィック銀行を右折します。そしたら、ここに警察署が右前にあるんで、上にヘリの空いてるのをですね、ヘリの空いてるのを確認してから、行きます。で、もし空いてなかったら、ここ左ワンブロックを一周したら、また空いてると思うんで、で、これ2人3人で取りに来たら、枠確率が、低くなるんで、1人で取りに来た方がいいです。で、湧いてなかったら一周して、ヘリ湧いてるのを確認してから警察署を登ります。ここからですね、登ります。で、ここだけちょっと落ちそうになるんで、落ちたら死んでしまうんで気をつけて登ってください。で、次はダクトですね。こっちからだとこのちょっとした縁石みたいなところに乗ったらスムーズに行けます。方向転換は銃構えるで方向転換で、ここも段に登れば乗れます。で、ヘリダッシュですね。で、これで島まで向かいます。大体この方向ぐらいですかね。で、途中で置いてある C シャークはもう無視してもらって、残空洞を越えてからちょっとして砂浜に降りて、その先の C シャークを奪ってください。そうですね、手前に表示の C 尺は取らないように。で、このチリアドさんじゃないですけど、大きな山と残空洞の間ぐらいをヘリで抜けてもらったら、多分最短ルートだと思います。なんか3分クッキングみたいになってきましたね。アンディ君の真似した方がいいですか？
で、テールローターを草に絡ますと、あの今度乗るときにすぐテールローター行かれるんで、できるだけお尻はあの何もないところ、こういう角度ですかね。で、止めといた方がいいです。よいしょ。ウラノン倒してもらっていいですか。で、この後ですね、みんなでヘリ倒してもらえますか、ムービー終わったら。ヘリだけもう撃ち落としてもらったら大丈夫です。1機か2機ぐらいやったと思うんですけどね。それ落としたら、ここのあのムービーに映ってたあのシュワルツマン入ってた小屋で待機で、もう完全放置で大丈夫です。これあんまり早くボート降りるとシュワルツマンついてこないんで、まあ、その間ちょっとこうちょっとでも近づけといたらいいと思います。シュワルツマンがついてくるかな。ついてくるか。で、あとは小屋の中入っておいてもらったらヘリに撃たれることもないし上陸することもないんで、警察。で、シュワルツマンを乗せて、これも2人3人で行ったらあのヘリが重たくなるっていうのと、あと手配路が変に消えにくくなってまたついたりするんで、これも1人の方がいいですね。で、川を北上していきます。あ、北上ちゃうか、東進東へですね、上流に遡っていきます。で、大体この湖岸っていうんですかね、岸沿いに行ってもらって、で、ここのちょっとした村に差し掛かるぐらいで、左のチェックポイント消えたんで、ここから警察の視界に入らないようにですね。で、あまり左行くとパトカーに見つかるんで、できたらまあ湖上空ぐらいが一番いいと思うんですけど、まあ、もうちょっとしたら消えるんで、ちょっとパトカーを注意しながら行きます。左ですね。で、着陸します。OK ですね。まあヘリ、
取るとこぐらいじゃないですかね、ポイントは。でもまあ敵早く倒して、シュワルツマン早くヘリに誘導して、ぐらいですね。特に難しいことはないと思います。で次ハッキングは彼に来る前を用意しておいてもらいたいんですね。バン取りに行くのは結構簡単なんで、はい。バン取りに行って僕らが戦いに行ってるところにバン持ってくるだけです。で、インサージェントですか？え、カリン君は、はい、はい、一回乗ってから降りたらですか？ああ、そうです、そうです。はい。ああ、押せるってことですか。それはいいんですけどね、カリン車の方が防弾性能が高いんでね、まあ、そっちの方が死ににくいかなっていうのはありますね。招待送りました。で、まあ、ある程度押す力も強いんで、あのバンとカリン車は結構本気で走ったら、あの結構追いつけないぐらいバン速い時あるんで、多分インサージェントだとね、押す間がないんじゃないかなと思うんですけどね。多分カリン車でも結構しんどい時があるんですよ、たまに。そうですね、白番を取りに行ってもらったら、だから僕と役割をこう交代してください。でホストの人はあのできるだけレスターが来たら早く電話を受け取って、早く準備をして早くみんなに招待を送ってあげると。で、招待を受けた人はできるだけ早く、招待を受け取って、参加すると。結構ね、もたついてる人一人いてたら、全体的に結構遅れてくるんで、早くした方がいいですね。ノブさんね、チームを見るんとこでね、運び屋に変えてもらって、おとりを。はい。で、参加するってやってもらったら。です。で、タカ君と、タイガーさんは、カリン車で、敵のあのアジトの中に突っ込んでもらえますか？はい、お願いします。で、突っ込んでもらって、敵のあの注意を引きつけてください。で僕は降りてエイム打ちするんで、だから僕はほとんど被弾しないんですよ。おっ、詰まってますよ。
あ、どんどん奥まで行ってください。ずっと奥まで。奥行ってもらったら、敵の攻撃が狩りの車に集中するんで、敵が撃ちやすいと。被弾しない。で、エイムを効かしてバチバチ殺していくと。できるだけね、狩りに車、敵の、攻撃の的になるようにやってもらった方がいいですね。OK ですね。慣れてきたらもっと速くなると思います。で、そうですね、タカ君とタイガーさん、そこの赤い車のところあたりに狩りに車止めといてもらって、OK です。ここに、用意をしておきます。で、そうですね、白番は、こっち向かってください。そこまっすぐ、まっすぐ西に向かって。そうですね、ナビ通りだとね、ちょっとね、遠くなるんで、日本先を右折してもらえますか。その次ですね、そこの右折です。はい。で、大通りまで出てもらって、で、左ぐるーっと回り込むような形で。そうですね。で、入ってもらって。OK です。で、ムービーが開けたら、3人が黒番に乗らないと、始まらないんで、一旦3人黒番に乗ります。ノブさんは白番乗ってくださいね。はい。で、黒番がこの敷地出るまで待ってください。ちょっと。おおおおお。ちょっと。タイガーさん、運転手代わってください。で、後ろ乗ってください。後ろです。タイガーさん、3人乗りましょう。え、タカさんですか。あ、マジですか。はい、OK です。で、降りてカリン車乗ってもらえますか。で、黒番は行きます。ルートを無視して、もう、ここ出たら右折します。で、南行きます。いや、もう出てくださいよ。敷地出たんで。で、カリン車でついてきてもらって、この敵の注意をそらしてもらうのと、あと、黒番が詰まった時に押し出してもらう役目ですね。で、カリン車についてきてもらいます。反対車線入ってもいいんですけどね。反対車線入ってもらった方が、よいしょ、ここの草むら上がっていきやすいんで。まあ、いいですか。で、あとはナビ通りですね。ここ左折して最短ルートですね。あ、過ぎた。止めたらあとは爆破ですね。これ仲間に壊してもらったら爆風食らわないんで、全然乗ってても大丈夫なんですけどね。
自分で壊して自分の爆風は食らうんで注意してください。あのこの後のバイクもそうなんですけど、カリン車で敵の固まってるところの中心ら辺に行って、できるだけカリン車に敵を注目させて、カリン車に集中攻撃させてる間に1人が、エイム打ちでバタバタ倒していくってすると結構早く終わります。で次のね、車列ですね。車列はインサージェントトラック出しましょうか、僕。ほい。いや、インサートラックに4人乗っていくんで。ハーフトラック遅いですからね。そうですね。っていうか、トラック以外は全部、インサートラック乗ってほしいんですよ。あと、ハーフトラック結構被弾しないですか？でもあれっすわ、バザードちゃうわ、サベージがミサイル撃ってくるんで、多分インサートラックの方が耐性強いと思うんですよね。炸裂弾はね、使わないです、持ってても。このやり方だと。どこにあったかな。左か。OK です。タカ君、ユーティリティ機内で大丈夫ですか？タイガーさん OK ですか？大丈夫です。だって4人で乗っていきますから。でスキップ使います。ああそっか、このまま行きましょうか。
回これで上げてもう一回取り直しましょうかね。上の生地を使ったらダメですよ。すぐ車爆発するんで。降りて戦いますね、全員。